はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、昨日の歯医者の結果でございます。結果はですね、奥歯のかぶせ物が外れたところを修復してもらったのみでございました。まあね、メインがね、この奥歯だったので、希望は叶えられたからいいんですけども、まあ、いいんですけども、本当はね、まだまあもう一本ぐらいはね、まあ、どこかね、いつものようにですね、ここもやっとこうか言うて修復してもらいたかったなーって感じなんです。ね、昨日ね、あの話したようにですね、前歯のね、横の歯を、歯の横のところをやってもらいたいということはね、先生にも伝えましたし、他のところもやってほしいですと伝えたんですけどもね、まあまずこの歯を見ましょうということで、前歯の横の歯を見ましょうということで、レントゲンを取りに行ったんですよ。レントゲンしてくるはずなんですよね。そして先生と2人でね、モニターでレントゲンの画像をね、見るんですけどもね、そこで先生がこうおっしゃったんですよ。ヤスさん、ここなんかそないに我慢できへん、どうしても今日やってほしい感じかなって言ってきたからね、まあ、僕も正直に言うとね、いやー、まあそうでもというほどでもないんですけどねみたいな感じで、まあ気になるっちゃ気になるんですよ。冷たいものがいたりね、っていうふうに言うたらね、先生がね、いいやねんけど、一回しかも僕治療してるしね、もしするならもう見てもらったら分かると思うけど、綺麗になってるからね、この中やと思うんやから、だからまた神経やっていくしかないから、今日はちょっと厳しくなんねんけど、まあ我慢できる人はまた来年年明けからでもできるからいいと思うねんけどもね、まあでもそんなにやってほしいんやったら、今日やってしまって、まだ来年はその続きをやっていくって感じなんですけど、結構治療途中ということで急に痛くなるかもしらんし、もっと痛くなるかもしらんしって感じでね、なんか大掛かりになる感で来はったから、まあ僕も実際まあ今もそうなんですけどね、我慢できてるっちゃ我慢できてるので、今回はまあこの前歯をねしないということをね、承諾しました。そしたらね、もうその瞬間にまたね、座ってね、こう椅子倒されてね、押し倒されてじゃない、椅子を倒されてですね、奥歯のね外れたところの復旧作業がね始まりました。でまたね、そのなんかわからない痛いの知りない粘土みたいなものをね、グッグッグッとね奥に押し当てられててですね、でまあ肩を取られてるわけですよ。でその肩を取ったやつをまた形成し直してね、歯の形にしてですね、でグッと押してて、ちょっとね5分ぐらい経ったら固まるんですよ。でそれで、周りのこのところを形成して、歯の形にして、中にボンドをね、入れてグッと押し当てて、接着させてくれて、で歯の噛み合わせの調節ね、赤いセロファーみたいなのを噛んだりしてね、はい噛んで、はいはい、ギリギリってギリギリギリって子供みたいに僕もねギリギリってして調節してもらってという、まあそれを今回はまあもの30分ぐらいでねやってもらって終わったんですよ。早かったですよ。だからね、まあそこはね、奥歯はね、一回やってもらってるところでしたのでね、まあ、そこをなんかこうもう一回するだけっていうのと、実は僕のこのね外れたかぶせ物の中の歯ね、僕自身の今ついてるかろうじて残ってる歯の状態が悪化してなかったのがこれ幸いだったんですよね。綺麗に残ってるわね、もっとボロボロになってると思ったんだけど、と思って言われて、まあ綺麗に残ってたから良かったんですけどね。なのでね、まあ、そんな感じでね、そのかぶせ物というのがただただ取れてしまっただけだねというだけのようでした。はい、まあそんな感じでね、今年最後の、
歯医者が終了したんですけどもね、今年はね、なんとね、皆さん、僕ね、ここの歯医者にね、18回も通ってました。パチパチじゃないんですよ、ね、ダメなんですよね、ほんまはね、もうダメなんですよ、こんなに通ったらね。病院なんてもんはね、こんなに通うもんじゃないんですよ。ちなみにね、去年2021年はですね、こうな2021の半ばに歯医者を変えたタイミングといいますか、どこの歯医者に通おうかなって迷ってたのもあって、2ヶ月丸々空いた時期があったんですよ、歯医者に行く時期がね。だから行ってない時があったんで、その関係もあって計算すると、数えてみると、予定表を見てみると2021年は14回だったんですよ。それでも多いですけどもね。でもあのそれはね、ほんま2020年に問題があったんですよ。あの2020年っていうのはね、僕ね、実はね、23回もね行ってたんです、歯医者に。この年は大体ね、だからね、2週間に1回ぐらいのペースでね、歯医者に通ってたんですよ。でも多い月はね、週1の時もありましたね。だから週1の時もあれば、週1で3回行ったら次の月がまるまる行かへんかったりとかっていう月もあったんですけどもね。でも他のところ、他の予定表のところをね、こうスライドさせて見てみるとですね、スマホのね、スケジュール表があるんですけどもね、それをね見てみると、今日行って3日後、だから月曜日行ったら、2日空いて、火水明けて木曜日に行ってるっていう風なねのがあったからね、もうそのなんか、それはそんなこと数えたら多くなりますよねって感じだったんですけどもね。まあでもその頃っていうのは、まあ以前の歯医者でしたし、でもそこでね、だから同じ歯のところをね、同じところをね、同じ一本をずーっとやってた感じでしたしね。だからこのね、2020年の1年間でね、修復できた歯の本数というのは実はね、1本でして、23回行ってるんですよ、僕。その間でね、歯がね、修復できたのが1本やったんですよ。で、2本目の途中で年をまたいで2021年になって、で、そっからずっとやっていって、多分ね、6月、7月、8月ぐらいまで、夏ぐらいまでね、そこの2本目の歯をね、やってたと思うんですよね。だからそれぐらいかかってるんですよ。ねえ、23回って1本しか終わってないって、はぁって感じじゃないですか。でもまあ、それはね、あの、ずっと言ってますけども、免疫抑制剤の関係というね、僕の体の状態もありましたのでね、これはなかなか、はい、あの、虫歯がね、治らない状態だったんですよ。で、今でこそ、こうやってね、普通に喋れてますけどもね、多分ね、その頃っていうのは、あんま変われへんかもしれないですけど、喋りにくかったんですよね。唾液が出てへんかったからね。で、今回は、今ね、あの、今の僕の状態では、今回ね、先生が見てくれてるのはですね、ベロの下ね、ベロの下からの唾液っていうのはすごく出てきてるよと。でも、安田さん、ここ、歯、ほっぺたの内側の奥側の唾液腺から、唾液が全然出てないわって言われるんですよ。だから安田さんね、奥歯の方の歯っていうのはまだまだボロボロになってしまうんかもしれないねって言われたんですけどね、まあそんなことがあって、で、当時っていうのは唾液なんで全然ね、あの、今ほど出てなかったので、虫歯が治らなかったんですよね。薬の関係なんですけどね。しかしね、今はね、体の状態も良くなってきてましたし、来てますしね。で、こちらの歯医者に通っているということに変更になってて、ほとんどね、これ治ってきてるわけでございますよ。しかもね、これがね、あのね、痛いところっていうのがね、ものすごく減ってるということなんですよね。歯、はあ、痛いところね。これが一番やなーってね、これが一番やろうなーってね、思います、ほんまに。これね、ほんまに痛くなることっていうのはね、痛いことって嫌じゃないですか。で、それがね、痛くなくなることっていうのは、すごいことなんですよ。体のどこでもそうですよ。帯状疱疹も痛いですがね、足がつっても痛いじゃないですか。それが慣れてすごくいいことなんですよね。で、歯っていうのは痛くなるってことは虫歯だったりするわけですよ。歯周病、知覚過敏もありますけどもね。そういうのが減ってくる、なくなってくる、痛くなくなってくるということは、すごく嬉しいことなんですよね。するとね、どうなるかと言いますとね、食事がちゃんとできるんですよ。それは嬉しいですよね。だからそれまでっていうのはね、
歯痛いから何も食べられん、まあ口内炎もあったからね、何も食べたくないっていう風なのもあったんですけど、それやったらダメやから、自分でね、僕ね、流動食みたいなもんをね、作ってたんですよ。流動食言うてたでしょ、おかずを作って、それをねブレンダーでガーって粉々にドロドロにして、わざわざほんまにドロドロにさせてね、おかゆの全がゆってあるでしょ、ね、一番もう米の形もないようなね、おかゆさん、それのようにして、それをほんまにスプーンですくってね飲んでましたからね、いろんなお野菜、お肉もそうです、魚もそうです、全部ね、野菜炒めしたものをねハンドブレンダーで潰してドロドロにして 味噌汁も中に入れて一緒にドロドロにしてね、ハンバーグだってドロドロにしたんですけど、ハンバーグはねタンパク質のその粒子がね結構硬くなってしまってね、粒が大きくあってなかなか潰しきれなかったんでね、結構口の中に詰まって痛かったんですけどもね、そんなようにしてね、全粒のように全部のおかずをね、合わせてドロドロにしてね食べてました、飲んでました。もうね、だから今はそれをしなくてもね良くなってるんですよね。だから手間が省けたと言いますかね、ほんまに嬉しいですよ。だからね、人間の歯ってほんまに大事なんですよねというね、ことが改めて思い知ることができたね、2022年の歯医者でございました。はい。そしてね、次の歯医者はね、年明けて1月24日というね、まあ今今日から数えたまあたった4週間後なんですけどもね あんまり日にち明けへんとね、行く、まあ結構空いてる方なんですけどね、果たして2023年はね何回歯医者に行くことになるんでしょうかって感じなんですけどもね、はい、またその日までね頑張ってケアを続けていきます。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。